こんにちは。大人のための美容室プライムアーツです。今回は知っているようで意外と知らないお手入れ方法について。皆さん、シャンプーの後髪の毛はちゃんと乾かしていますか？自然乾燥や半乾きだったりしていませんか？特に女性の方は髪が長かったりするので、髪の毛が濡れている状態で、髪の毛の中は水素結合というものが切れている状態です。水素結合が切れていると髪は柔らかくなり、とてもダメージを受けやすくなります。そのまま寝てしまいますと、寝返りなどで摩擦でキューティクルが剥がれてしまいます。なので寝る前はドライヤーでしっかり乾かして、キューティクルはこう閉じた状態で寝てあげてください。そうすることで髪の毛のダメージはぐっと減ります。もし傷んでしまったという方はプライムアーツで検索、こちらでご確認ください。また LINE アットも始めましたので、今出ている QR コード、こちらから読み込んでいただき、登録していただきますとご相談も受けたまっております。登録500までしていただいたお客様はこういった特典もご用意いたしております。必ず YouTube を見たとおっしゃってください。今スマホからご覧になっている方は画面この下の説明文から登録ができるようになっております。皆様のご来店ご予約お待ちしております。では